皆さんこんにちは。今回は、オーダーの引き方、始めたての人がよくわかんないっつんでちょっと喋っていこうか。引き方っていうか、どういうオーダーを引きゃいいのみたいな人が、いるんで、前普通に喋った動画あったと思うんですよ。多分どっか探せばあると思うんですけど、ちょっと多分それと言ってること全部同じだと思うんですけど、喋っていこうかと思います。まず、ギルドに入って教えてもらえる人はまずギルド入ってください。でそのギルドの方々に教えてもらってください。もうそれやればもう俺こんな解説とかもする必要もないし、俺に聞く必要とかマジでまるっきり意味ないね。俺なんかの意見なんか聞いたところで、さして参考にならないんで、話はそれから、そういう人はそうね、それで解決すると思います。で一番どういうタイプのオーダーがおすすめかと言いますと、例えば、このゲームってオーダーが全部期間限定のものなんで、その期間に引くしかないんですよね。常設のオーダーとかなぜかなくて。で、その中でもですね、このステップ5式と言われるもので、ステップ5で新星41枚確定というやつですね。で、ピックアップスキル、この看板のスキル4枚がここ、新登場スキルレコードって言って紹介されてると思うんですよ。これがステップ5に行くとですね、確定枠がございまして、この確定枠4枚、4種類のうちどれかが出るんですよね。各 25%、 4つで 100% どれかが出ると。でこれで欲しいやつを狙っていく感じで、大体、3周ぐらいすると欲しいやつが大体タイは当たるかなって思うんですけど、当たんないときはそのステップ5までを1周って言うんですけど、5周くらい回すくらい感じかな。で1周が 11,250 ジェムと、で5周で、5万と、5×1,250 だから、5×26,000、5万6000ぐらいか。で、5周ぐらいすれば、ほぼほぼ当たるだろう。それでも当たんない人がね、稀にいるんですけど、そういう人はかわいそうって。ガチャなんで、当たらないのは仕方ないというところで、大体は当たります。なんで、本当に星スキルあったら、3周、5周とか引く覚悟で、引いていく感じなんで、でこのステップ5まで、ジェムを貯めてから引くっていうのが一番いい。でこういうこと前言ったらね、確率とか計算してみせろみたいなこと言ってくるやつがいて、いや自分で計算してみろよって。普通に、計算してみてもね、そっちの方が絶対いいってわかるんで、とりあえず、それがそれでいいやつが来たら一番いいんですけど、パワーライズ3、パワーライズ4とかの覚醒のね、持ってなかったらそっちを引くかなっていう感じで、あとは、他のオーダーでいうと、このね、2500ジェムで星4が1枚確定のオーダーですね。今のところは星4が1枚確定のものが来てるんですよね、この動画撮ってる時点では。で例えば、ここのオーダーですと、分かってる人は分かると思うけど、こういう切れ味抜群勇気とかのパワーライズ4覚醒のやつとかあったら、こういうのね、引いた方がいいんですけど、俺なりの引き方なんですけど、このオーダーって持ってるスキルがいっぱいあって、かぶったらマジ爆死なんで、かぶったら爆死だと思っていいです、このゲームは。よっぽどの重課金じゃなければね、よっぽどの重課金の人は、スキル全部持ってるのにわざと引きまくって、メモリア小石を大量に獲得したいっつって引きまくる人がね、たまにいるんですけど、ほとんどの人はそうじゃないと思うんで、そういう人は、俺はだけど、ここに提供割合が載ってると思うんですよ。これ今回はね、たまたま1つ 5% なんですけど、俺はこれが、この 5%、 10個あると 50% じゃないですか。多分20枚あると思うんですよね、これ全部で20種類。のうち半分が欲しいものだったんで引いたんですよね。多分この動画撮る前にちょっとガチャ動画上げてたんじゃないかなって思うんですけど。
で、このそう2500ジューム星を1枚確定オーダーは、そのかぶりじゃないやつで、あの星やつがいっぱいあったらまあ引くかなって。でもしそのかぶりとか欲しくないやつがいっぱい入ってたら、そのある程度引いてもなんか外れしか来ないっていうことが起こるんで、俺は欲しいやつがいっぱい入ってたら引くなっていう感じですね。であとは、このねバースデーオーダーと呼ばれるやつ、まあ、これもまあ、この新規ピックアップ、新登場スキルレコードですね、これが、確定枠でそれぞれまあ、25% なんで、まあ、2種類しか出ないですよね、最近の、バースデーオーダーのピックアップは。なんでこの新規ピックアップを狙って引くんですけど、これも、まあ、ステップ5式と同じで、まあ、そのステップ1からステップ3までの1周を3回とか5回とかしたいので、まあ、それできるようになるまでジェムを貯めていくっていう感じで、その出た期間に一気に引き切るっていうのがあのおすすめですね。その期間に引かないともうほぼ入手困難と言っていいほど、あのなんていうの、もう確率低くして出すようになるんですよ、運営が。でいっぱい課金できる人にいっぱい課金してもらって、まあそれでアホみたいに課金してもらってようやく取れるみたいな感じにしていく売り方なんですよね、運営が。もう本当俺始めたての頃はね、俺ね、なんてそんなひどい売り方すんのって思ってたんですけど、どんな運営してんのって思ったんだけど、まあそういうゲームなんで、まあそういうのが、了承できる人がやるといいと思います。嫌ならね、ほんとね、やめていいと思う、本当に。あの、人を選ぶゲームだと思う、これは。まあそういう話はちょっと置いといて、まあとにかくね、このバースデーオーダーもまあ確定枠が 25% なんで、もうおすすめ。ただし注意点なんですけど、このバースデーオーダー新規ピックアップが絶対来るとは限らないですよ。で 50% で来るんで、まあその他のゴミが確定枠で来る可能性があるっていう点に注意ですね。なんでそれで、それ込みでどうしても欲しいっていうんだったら引くっていう感じですね。まあ大体はこれのステップ5、このステップ5式の新星4確定のステップ5とバースデーのステップ3の確定、こちらの2つの確定枠を狙って、まあ、引く感じ、それがまあいいかなって。あんまり課金できない人とか、まあ、無課金、微課金でも、俺もそうしてますね。でこれもまあかぶりがあんまなかったら引く。ただしこれこういうやつってまあ既存スキルなんですよ。この例えばこの冬セレクションオーダーだったら、この冬のイラストのスキルを集めたスキルで、今まで出たやつを全部再録してるようなオーダーで、でなんかそのそういうのってやっぱ既存のやつなんで、自分の持ってるスキルかぶりとかあることもあるんで、まあそうですね。だから被んないように注意したいっていう、まあ、感じで、被りが少なかったらまあ引くみたいな感じが俺はおすすめですね。で、あとは、これはね、ちょっとね、ステップ3式で星音確定しか書いてなくて、新規確定じゃないんですよね。あ、新星音確定じゃないですよ。で、ステップ3式なんだけど、まあ、さっき見た確定枠 25% って書いてあったじゃないですか、新星4が。で、こちらのステップ3式の方は、新星4が1枚 8.何% ぐらいなんですよ。で、本当に当たんない。これマジで5周ぐらいするくらいジェムを貯めて引く。まあ、それくらいの覚悟で狙っていくやつで、ちょっとね、中上級者向けのオーダーかなって思います。その代わり、まあ、引けたら、まあ、めちゃくちゃ強いみたいなね、本当に強い人でめっちゃスキル揃ってるならですよ。まあこれのオーダーのね、この決戦っていうやつがね、まあ本当は欲しいんですけど、ちょっと捨て3なんで、まあ俺はちょっと今回は、まあ、敬遠するかなって感じですね。で、あとは、まあ、こういうステップ5式だけど、まあこれはね、7周年記念で出たやつで、ピックアップが1,2,3,4,5,6,7枚、8枚武器種7つとアビリティが1枚で、まあ8種類あるんで、で、これだとね、確定枠がそれぞれ、
何パーセントになるかというとですね、12.308% なんで、これを、まあ、ピンポイントで狙うかっていうとちょっときつい。まあ、なぜか、なんかおっしゃった。なぜか弓と、アビリティは、まあ、ここら辺なんですけど、13.077% なんですけど、まあ、大体12、13%ぐらい。だから、まあ、これもね、本当にね、ジェムいっぱい貯めて、まあ、引くかなっていう感じ。まあ、この周年記念だけじゃなくて、まあ、そうじゃない時もね、星4の確定、ステップ5の確定枠が、これ6枚とか、7枚とかになってる場合もあるんで、まあ、そういうやつもあるんで、まあ、それは本当に、一周じゃあね、欲しいの出ないこともあるんで、まあ、今回の俺みたいに。なんで、まあ、2周、3周とか引いて、まあ、どれか当たればいいなくらいで引く感じ。まあ、あとは正月とかに来る、福袋オーダーっていうのがあるんですけど、5000ジェムで、星4確定枠が2枠あって、11連ですね。5000ジェム使うんですよ。だから、ただ、星4の確率が20%ぐらいなんですよ。普通のオーダーって、星4の確率が4%とかなんですけど、1枠20%なんで、もう星4がフィーバーするといっぱい出るみたいな福袋オーダーが、まあ大体正月とか夏とか、まああとはわけわかんないタイミングとか、何かしらの、大きい出来事、なんかこういうアニメ、またやりますよとか、アリシゼーション再放送記念とか、なんか何かしらの記念の時になんか急に福袋やることがあったり、何かしらの記念の日とかね、インクラッドの攻略記念とか、わけわかんない時にね、まあ来たりという時に、まあその福袋オーダー注文がね来るんですよ。で、そういうのはメニュー、アイテム、スキルレコードってやると、この自分の持ってるスキル何枚っていうのが表示されるんですよ。で、この枚数が、まあ、そうだな、200枚台までなら引いていいかなっていう感じはあります。超頭おかしいほど課金してる人は、本当になんか1000枚とか1500枚とか持ってんのに、まあ、引きまくるんですけど、まあ、それは本当に、まあ、例外だし、そういう人は俺の動画見る必要ないんで。もう超上級者なんで、大体。で、まあなんでその200枚台がいいか、200枚台までの人が引くのがいいかっていうと、かぶるかなんですよ。とにかくかぶるのが良くないんですよ、このゲーム。かぶったら爆死だと思っていいんで、で、福袋来た時に、そう、なるべくその所持スキルが少ないうちにこう引いておくと、まあもしかしたら一気に、いろんな星音が手に入って、まあ嬉しいことになるかもしれないんで、まあ本当に始めたての人には、まあおすすめっていう感じですね。まあ、福袋オーダーね、そのラインナップにもよるんで、ただラインナップ多分始めたての人見てもよくわかんないと思うんで、まあ、福袋、まあいいやつも悪いやつも大体入ってて、本当に爆死みたいな時は星音いっぱい出てもゴミみたいな星音しか入ってないとか、そういうこともね、全然起こりうるんですけど、星音が単純に少ない時、100枚台、200枚台とかだったら、俺は引いていいかなって思います。なんか、まあでも本当に始めたてで50枚、100枚とかだったら引いていいと思うんですよね。結構おすすめなんですよね、その人、そういう人には。まあ最低保証2枚なんで、保証が。まあ全然いいと思いますけど、300枚台くらいからは、ちょっと被りが多くなってきて、ちょっと嫌だなっていう感じになってくるんで、まあ人を選ぶ感じ。そうですね。まあ大体、そう、こういうやつはまあ無料オーダー引いてから、まあ、見るっていうの。なるべくギリギリまで無料オーダー引く。ただこういうこの、既存のスキル集めたセレクションオーダーはちょっと開催期間が短いので注意ですね。あとバースデーオーダーも、開催期間が短いですね。バースデーを祝う時なんで、あまり長くやってももうバースデー終わってるよとか言われちゃうからなのか知らんけど、ちょっと短め。あと他のはね、なんかね、長めに設定されてるんですよ。1ヶ月とかね。なんでまあ大体、簡単に言うと、本当にす、あのー、少ない課金額の人とか無課金だったら、このステップ5式の、ステップ5の星4確定を狙うのが、まあ一番理想。一番、ガチャ金、ジェム金して、本当に欲しいやつを引くためだけに、本当に我慢して引くっていう感じですね。
っていうのが、まあ、おすすめではある。第2に、バースデーオーダーですね、がおすすめですね。まあ、第3にこれかな、こういうやつかな。で、本当に始めたてだったら福袋をおすすめで、基本的にクソ始めたてだったら、まあ、こういうのはあんまり、あのステップ3で 8% のやつとかあんまりちょっと、まあ、引くのはちょっときついかなっていう感じですね。で、あと最後に注意したいのが、ちゃんとそのオーダー引く前に、あの提供割合とか、何がどれくらいの確率になってるのかしっかり見て、たまにバナーのこのオーダーのバナーの書き方が結構惑わすような書き方をしてくることがあるんで、しっかりラインナップと確率見てから引くようにした方がいいと思います。後で騙されたって言っても遅いんで、本当に変な書き方することあるんで、マジで注意した方がいいと思います。もうそれが、まあ、一番大事かもしれないですね、もしかしたら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。